午前10時に始まったホークスの必勝祈願には小久保監督をはじめとする首脳陣や選手、球団スタッフが勢ぞろいしました。ホークスの選手たちを一目見ようと箱崎宮には4000人を超えるファンが詰めかけました。昨シーズンは3位に終わったホークス、今シーズンから指揮を執る小久保監督のもと4年ぶりのリーグ優勝、日本一を目指します。ここにいる、選手たちスタッフ、全員がね、同じ方向を向いて進んでいくことが大切だなと。いや、勝つだけです。みんなとまた元気な顔で会えて、よかったなと思います。しっかり元気出して、優勝を目指して、頑張りたいなと思います。 V 奪還を狙うホークスはあさってから宮崎と筑後に分かれて1ヶ月間の春季キャンプを行います。